くるぶしね、内くるぶしがここでかかとですねにかけて2本ぐらいこうやってビャーっと伸びてる。こんにちは、整体師の亀です。今日は、横脚改善を、する方法をお伝えしていきたいと思います。で、まあ、横脚なんですけど、横脚はかかとが内側に入ることによって外側の重心になって横脚になるってことがすごい多いんですね。なので、まあ、かかとの矯正をしていくのが一番早いんですけど、その、矯正の仕方なんですけど、内くるぶしから、かかとにかけて腹筋したいって言われる、靭帯があるんですね、が伸びてるんですけど、ビヤッと。で、その靭帯なんですけど、内くるぶしね、内くるぶしがここでかかとですねにかけて2本ぐらいこうやってビヤーっと伸びてる靭帯があるんですけど、まあ、その靭帯が固まってしまうことによって、このかかとを内側にクッと入れちゃうんですね。それによって横脚になってしまうので、まあ、そこの屈筋主体を、まあ、しっかりと緩めていくっていうのがポイントになってきます。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速やっていきます。まず、椅子やソファーなどに座って足を組んでください。こういう感じで足を組んでもらって、こうある靭帯に対して内くるぶしの下ら辺の靭帯をグッと押さえてあげます。そのままかかとを握ってもらって、こうやって揺らします。ブル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 っと、これだけ。これを片方30分ですね。ブルブルっと、まあ、最初ね、ちょっと横脚が強い人とかガニ股が強い人っていうのは、まあ、多分ちょっと痛みを伴うかもしれないので、まあ、こっちのね、押さえる手っていうのを、まあ、少し緩めてやってみてください。30秒ぐーっとやっていきます。こんな感じですね。ですね、30秒。大体30秒かな。で、終わったら、まあ、ちょっと靴下入ってるんですけども、こっちは内くるぶしがあって、ここにかかとがあって、でここ2本ですね。で、こうやってこんな感じで、あとは押さえて揺らすとですね。これもね、しっかりと両サイドね、両方やっていきましょう。こんな感じでやっていくと、まあかかとのね、矯正が少しずつできていくので、まあ横脚で悩んでる人だったりとか、まあ、外側重心だなとか、靴のかかとの外側だけこうすり減っていく人とかっていうのは、まあ、間違いなく横脚なんで、そういった方はぜひ試してみてください。そしたらね、今日の内容いいと思ったらグッドボタンだったりとか、まあ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter と Facebook 始めましたので、まあ、そちらのチェックの方もよろしくお願いします。はい、それじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。